はい、こんばんは。参議院議員の音消しゅんです、えー。10月の30日にこちら収録をしております。久しぶりの YouTube 更新ですけども、ちょっともう毎日ってわけにいかないんですが、なるべく更新していきたいと思います。えー、ブログの方は毎日更新しておりまして、まあ落選日記というかですね、落選、落選者ってですね、 政治家、議員はどんなことをしているのかということをちょっと赤裸々に書いていきたいなというふうになんか思っておりまして。一応1回目のブログの日記が反響があったので、その話でもちょっと今日はこの YouTube 動画でもさせていただきたいと思います。ま、改めて今回私はあの東京一区、衆議院の東京一区新宿区千代田区から挑戦いたしまして、小選挙区落選と、また比例復活もですね、落選という形になりまして、ま、完全無職と、完全落選ということになりました。ご支援いただいた皆様にはですね、本当に感謝のお礼を申し上げますとと,ともにですね、また力不足で当選できなかったことをお詫び申し 申し上げたいいと思いますまた今回、維新は大変全体として厳しいもう逆風の選挙だったわけですけれども、これを作り出したのも私たち執行部、私政務調査会長をやってきましたから、執行部の本当、責任でございますので、仲間を大量に失ってしまった、その責任も強く痛感をしております。誠に申ししございませんでした あの翌日にはですね、この政務調査会長を含む党の全ての役職を辞するということで、馬場代表、藤田幹事長にはお伝えをしておいた党でございますので、これはあの、重く私も責任を受け止めてですね、仲間のために今後できることを考えていきたいというふうに思います。 じゃあ、落成者と議員ってどうなっちゃうんですかということなんですけども、まあ本当にもう完全な無職ですからね、もう収入も途絶えてとかいろいろあるんですが、え、まずあの選挙投開票、だいたいこ昨日も1時ぐらいまでですね、あの当日待ってましたけども、まあ小選挙区もダメ、比例代表もダメということが分かってからですね、まあ少しちょっと片付けをして、もう2時間睡眠ぐらいで駅にまず立ちます。選挙終わった後、翌日でね、結果報告ということで、選挙区内のですね、まあ事務所がある駅とかですね、とりあえずメインの駅に行ってですね、おはようございますと。 二週間弱選挙戦中大変お探しをいたしました。私、おときし君は力を及ばず、今回落選という結果になりました。ただ今後ともご指導、ご弁達をよろしくお願いします。 というような言葉をテンプレートにですね、まあ1時間か1時間半ぐらいですね、ひたすらこう来る通勤客の方相手にですね、えー、報告をさせていただくと。まあこれはマイク使わずですね、もう地声で報告するということでございます。まあ時折ですね、あ次頑張ってねとか入れたんだけどねっていうまあ優しい声もあればですね、もう邪魔だよとか選挙終わったら何までやってんのかみたいな声もあるということで。まあやっぱ落選書では非常に辛い時間ですね。 当選した後はですね、もうおめでとう,うありがとうございますこれから頑張りますとか、もうお金一1時間でも2時間でも3時間でもね、立てたくなるぐらい楽しい時間なんですが、まあもう落選した後はも私も5年ぶり2度目の落選になりますけども、落選した後でこう駅に立つっていうのは、本当にもう苦行。 ただね、あの、この政治家を目指して諦めないんであればですね、地域の皆さんになんか選挙終わった途端突然見かけなかったよね、どこ行っちゃったんだろうではなくてですね、やっぱりこう地道に挨拶回りをするということも大事でありますので、まあそのあたりをこうやっ,てやっていくと、まあ、行き出しに限らず地域の,、えー、あのお祭りに行ったりとかですね、まあそれを含めてですね、まあこの地域回り挨拶回りをやらなきゃいけないと。まあそのあたりもですね、やっぱあの、応援に来てくれた方、ご支援いただいた方、献金であるとか、ため書きを送ってくれたとか、事務所に顔を出してくれたよとかですね、まあいろんな方がいらっしゃいますので、まあ行き出し 時間以外で電話かけあるいいはメール送信こっとにかくご報告、まあ、あるいは御礼をこここしていくということで、まあ、あの組織団体の支援者支援を受けているとねあの会社にお礼の会社回りしたりとか支援者のお宅をまた報告で回ったりとか多分自民党さんとか立憲民主党とか大きい政党は大変なんでしょうけども、まあ我々日本維の会も私音喜多志もあの組織から会社とかね法人とか団体から受けていませんのでそこまでこうあのう御礼にもう一日回らなきゃいけないということはないんですが、まあ、とにかく電話かけたり とかですね、たくさんのメールとか頂い,いてますので、そういうこう返信して、連絡するというのは、これもとてもじゃなくて、一日は終わりませんので、き、まあ、今日は落選してからまだ3日目ですけども、まあ、これまだコツコツやってるという状況ねこれもまた難しくてね、まあ、あの抜け漏れがないようにね、あの選挙中からこの方が来てくれたとか、献金をくださったとか、いろんなものを支援をくださったとかね、いろいろメモ,メモしとくんですけども、応援弁してくれたとか、なかなか抜け漏れがあってね。 絶対ですね、あいつは連絡を起こさなかったとかですね、こういうことになっちゃうんですけどね、まあ今回もやらかしてるんだろうなと思いながら、なるべくそういうことないようにですね、まだちょっと今日の時点でご連絡がいってない方いらっしゃるかもしれないんですが、順次ですね、あの皆さんにメールか、もしくはお電話か、直接か、あの形式わかりませんけども、しっかりお礼をさせていただきたいと思います。まあこうした合間にもですね、もう次のことというかですね、事務所体制をまず考えなきゃいけないですね。まあ自分自身も収入なくなったので、あの、職とかですね、生活も考えなきゃいけないんですが、それ前にやっぱり事務所のメンバー、 秘書がいますからね、スタッフがおりまして、私の場合、公設秘書が3名、施設秘書が3名かな、はい、え、おりましてですね、まあ、フルタイムと、あの、 短期とかいろいろありますけども、まあ、こうした5、6名の方々の次のやっぱり雇用も見つけなきゃいけないし、少なくともですね、まあ、来月分ぐらいはこれ10月末に選挙終わって、まあ、いきなりそれ、まあ僕が無職になったからいきなりゼロってわけにいかないので、まあ11月分ぐらいの給料はなんとかですね、あの、かき集めて、もう私の貯金も切り崩して、1ヶ月分は皆さんに出してですね、それではその間に次の就職先、できれば見つけてあげたいし、あるいは自分で自ら見つけてもらうのか、とにかくまあ、その間はしっかりと金銭的にバックアップをしなきゃいけないし、私もやらなきゃいけない,やらなきゃい,けないということで、 今あの、秘書の方々、公設施設の秘書の方々の次の就職先をあの見つけてですね、新しく当選した方に秘書募集してませんかとかですねあの、職員募集してませんかとかですね、ちょっといろんなことを今、働きかけを行っていると。まあ、その事事務務所所もですね選挙事務所 落選したから、じゃあ、翌日出て行って、家賃がそこまでってわけにいかないので、2ヶ月後解約とかなので、まあ、結構路面に構えてる高い家賃の、これをあと2ヶ月間何度か保持しなきゃいけないですし、またその時はまた引っ越しをして、あの、また荷物をどこに入れてくかとかですね、またそこも時間、労力とお金がかかるので、まあ、とにかく今、預金通帳をにらめっこしながらですね、うん、乗り切れるかなあとどうなるかなというのことを、ちょっと本当に毎日算段しているような状況です。 で、それと、えー、また挨拶もあり戻って、またお金のこと考えて、ということをまあ、ずってやってるという状況です。まあ、ほん興味ね、明るいことってのは何もないです。もう落選者とってのは、まあ、ね、それは民間のお給料で会社潰れたりとか、クビになったらそうだっていうので、政治家はね、これまで税金からお給料をもらってきたんだから、あの、贅沢言うなと言われたら、それもそおっしゃる通りで、まあ、個々の覚悟のよではね、やってはいるんですけども、まあ、人間ですとね、落ち込むことはありますし、正直なかなか明るい兆しというのが、 この自分のキャリアの中で見えないわけですけども、まあ落ち込んでいても仕方ないから、しっかり前を見てやっていきたいと思います。また昨晩もですね、また、リハックの方にお声掛けいただいてあ、集まり落選の森ということで、須藤元気さんと対談なんかさせていただいて、まあちょっともう民間人にというか、もう無職に戻る、戻るので、 まあ、あの、出演でもいただけるということで、ありがたいなと、初、初仕事だということで、昨日も出演させていただきましたんでね、こういう前向きにですね、自分ができることはちょっと何でもやっていってですね、まあ生活も立て直しながら、また家族の時間も増やしながら、そしてまあ、失ってしまった仲間のために、当選のためにですね、自分自身が何ができるかということを今後も考えていきたいというふうに思いますので、また皆様からも様々なアドバイス、ご支援、ご指導、ご勉強といただければ大変幸いでございます。また YouTube もなるべく更新していきますので、ぜひ、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。 す。あ,あ、今日もお昼ご飯食べ過ごれたけど、お金ないからまあ夕飯まで我慢しましょうかね。うん、まあ、そんな感じの毎日です。まあ、頑張りたいと思います。あ、ちなみに今日はちょっと国会で打ち合わせがあったんでね、国会の部屋使わせていただきますけども。はい、ということで、また次回よろしくお願いします。じゃあ、また次回、さよなら。ポチッ